こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日は、みんなが大好き、マウスピースの話、サックス奏者らしい動画をちょっと撮ります。マウスピースといっても、本当に今種類がたくさんあるので、本当ここ数年またハンドメイド系とか、また 3D プリンターで作ったやつとか本当いろいろ出てきましたよね。でそんな中でも、割と敬遠されがちというか、あんまりよしこれでいこうって思われないマウスピースをあえてちょっとチョイスしてみます。マウスピースのこと全部話し出すと多分2泊3日ぐらいになっちゃうんで、今日はその一つだけの特徴をちょっとお伝えしたいなと思います。これです。じゃん。 ARB、アルトメタルマウスピースです。これ意外と昔からあるんですよ。昔からあって、海外とか日本の方でも割とこう使ってる有名な方いらっしゃるんですけど、あんまりアマチュアの方とかそんなにメイヤーとかね、ああいうやつほど使ってる方、デコフとかね、いっぱいいるんですけど、これあんま使ってる人いないなと思って、何かこう特殊なイメージを持たれてるんじゃないかなと思うんですよ。こうギャーとかビヤーとかって音出すやつでしょみたいなこと言われるんですけど、これ全然意外と普通です。良いです。なのでそれをちょっと検証してみようかなと思います。まずですね、僕がいつも使ってるやつなんですけど、これ、ちょっと市販品とちょっと違うんですけど、石森さんのウッドストーンのアルト用メタルの中でも比較的安い方のモデルですが原型になってて、スムースとグルーブっていうのが多分ラインナップとしてあるんですけど、そのちょっと中間的な感じですかね。中間的な感じで息がうわっと入るように、ちょっと削っていただいてるやつなんですけど、これいつも使ってるので僕のこれが普通のいつもの音なんですけど、今のマウスピースが、その中間的なっていうのはこの見えますかね、ここのバッフルっていうんですけど、このシューってなってここでカックンって中に落ちてるんですよね。これ見えますかね、こんな感じ。はい。で片や ARB はもうこんなですよ。このもう崖ですよね。いかにもこうここ狭いですみたいな。でもこれ面白いなと思ったのが、ここの加えるここの高さですね。これすごい薄いじゃないですか。これビークが低いって言ったりするんですけど、この石森さんのこの AM2 かな、これ全く一緒です、この加えるやつで。なおかつこのネックにこう刺した時のここがこう割とこうシュッてこう斜めになってますよね。メタルって割とこうネックとこのリードをつけるところ平行だったりするんですけど、石森さんのもわかんない、割とちょっとだけ斜めになってますね。 ARB ほどじゃないですけど、だから非常になんか似てますねこれね。でちょっと今 ARB で吹いてみますね。はい、ということで ARB ちょっと吹いてみたんですけど、さっきのウッドストーンの方と比べると、全然普通ですよね。むしろちょっと太い丸い感じもあったんじゃないでしょうか。で例えばウッドストーンのマウスピースの、
6番と7番をちょっと比べたりしてみると、当然番手が違うのでオープニングがちょっと変わって、なんていうんですかね、抵抗感とか息の入り方とかタンギングのスピード感で、それに準じるそのボリューム、ちょっと疲れ度合いとか、いろいろ変わってくると思うんですけど、今たまたまですねここに ARB の6と7があるんですけど、ARB の6と7は他の、まあ、柳沢とかそういうメイヤーとか一般的なマウスピースの、6番7番、まあ、5番とか6番とかその1番手ぐらいの違いよりも全然変わります。音色そのものがちょっと違うようなイメージがあるので、単純にオープニングだけで選ばないで、もし選べるのであれば、在庫の中からですねいろいろこれを選んでみるといいかなと思います。でちなみにこの6番と7番はこれカスタムっていうちょっとなんか人の手が最終仕上げで入ってるってカタログには書いてあるんですけど、ちょっとお値段が上のモデルになるんですが、でそれだとシリアル番号が書いてあるんですね。でこれ今の現行品の新しいやつなんでシリアル番号はこう横書きにこう書いてあるやつです。ちょっと前のはこう縦書きに書いてあった記憶があるんですけど、でさらにその前だとなんか横にこうなんかこうニュニュインって手でこう掘ったみたいなニョロニョロっとした字が書いてあるんですけど、今はこう機械彫りで横になってるんですが、シリアル番号がこれ2番違いなんですね。多分同じ日に同じ人が仕上げたやつなので純粋にこの6と7の比較ができるはずなんです。で、ちょっとそれを一瞬だけ吹いてみますね。まず6番の方です。でリードは同じものを使います。立て続けに6番7番ちょっと吹いてみたんですけど、すいません適当なフレーズで、他のメーカーのマウスピースに比べるとやっぱり6と7の差、音色の差っていうのが、ちょっと大きいように思います。もちろんそのオープニングが違うので息の入り方っていうのも違うんですけど、それに準じたその音色の違いっていうのがちょっと大きく出やすいかなと思います。 ARB はでオープニングだけでマウスピースを選ぶのはちょっと危険なので、例えば 2.2 ミリぐらいのを普段使っているとして、で他のメーカーの同じ 2.2 ミリだからよっしゃこれでいけると思って、ポチって買ってしまうと家に届いた時にあれ違うぞっていうことも結構あるので、なるべく試走をしてですね、買うようにしていただければなと思います。その結局マウスピースのそのオープニングっていうのはここのリードとの隙間になるんですけど、でこうだんだんだんリードが来てここにフェイシングでこうリードが設置するポイントがあって、でこのリードがこうやってしだりますよね。でその時にここのカーブの仕方、これが直線的なのか曲線的なのかでだいぶ吹奏感っていうのは変わってきてしまうんですね。なのでオープニングが多少狭くてもそのカーブが曲線だと割とちょっときつかったりとか、オープニング広いんだけど直線だとこうリードが暴れやすいから、息が入りやすいとか、まあいろいろあるので、この中のバッフルがこれすごい、まあこんな形してますけど、そういったその総合的なバランスでマウスピースの音色っていうのは変わってくるので、その辺も視野に入れてメーカーを選んでみると楽しいかなと思います。今日はこのみんながちょっと敬遠しがちな ARB というマウスピース、実はそんなに、悪くないですよ、むしろ使いやすいんじゃないですかねっていうお話でした。他にもですねマウスピースいろいろこうネタがあるので、ちょっとその辺もお話できたらなと思います。
今日はこの辺でありがとうございました。